お疲れ様です。ワイズファクトリーです。今日も終わったというか、終わったんだろうか、アイクはね、ちょっと最近、お話よく聞くんですけど、押し掛けって皆さんご存知ですかね。オートバイこれからっていうのは、普通にね、オートバイ黒帯の方も見てらっしゃる動画なのでね、ベテランの方なんかからしたら押し掛けねって今更感ですけど、ちょっとやっぱり僕らみたいに販売店でね、本当にまだ乗り始めたばっかりの女性男性、性別関係ないですけど、結構誤解されてる方いらっしゃるんじゃないかなと思って、一応念のためにお話しときますけど、あれですよ、原付のスクーターとかって押し掛けできませんよオートバイのエンジンのかけ方って大まかに2通りあるんですよ。セルのスターターとボタンを押しかける方法と、キック踏みつけてねかける方法って2つありますけど、ギア付きのオートバイに限って3つ目の押し掛けという手法が使えます。これ何かっていうと、以前作った動画で、はやぶさのクランクにペダルをつけると自転車みたいに走れるようになるみたいな話をしたんですけどね、ギア付きのオートバイっていうのがオートバイっていうのはクランクを回すことによって走ると。でクランクをクラッチと返して、後ろのタイヤに、チェーンなりベルトで駆動をつなげると、走れるようになるんですけど、言ったらギア付きのオートバイっていうのはギアを入れてクラッチをつなぐと、自動的に後ろのタイヤとクランクが連動するんですね。直結になるんですよ。でそうすると何が起こるかっていうと、クランクを回せば後ろのタイヤが回り出すんですけど、逆に言うと後ろのタイヤを回すとクランクが回せるわけです。でこれがね、原付のスクーターオートマチックのシステムだとそれができないんですね。クランクから出る回転数の遠心力を利用してクラッチをつなげるので、逆に考えると後ろのタイヤを回しても、クランクからの遠心力が発生しない限りクラッチがつながるってことがないわけですよ。だからもう一生懸命ね頑張って押しても、後ろのタイヤがくるくる回るだけで、クランクはもう一切手つかず沈黙のクランクっていうことですよね。だからミラクルが起こるんだとすれば、そうですね、だだ広いところでハヤブサに引っ張ってもらって時速300キロ近くになったら奇跡が起こるかもしれないですけど、危ないんでやめてもらった方がいいですから、事実的にはね、現実考えればスクーターの押し掛けっていうのはもう、なんでこんな話してるかっていうとね、たまにいるんですよ、お客さんで、原付のスクーターでねエンジンかからなくて、でちょっと押してみたらかかったんですよっていうミラクルをおっしゃる方がいらっしゃるので、それ多分ね、エンジンかかったんじゃないんですよね、押してね。しばらく押して、一休みして、多分その後セルかキックでかけられたっていうことなんでしょうけど、それって押したからかかったんじゃなくて、しばらく時間を置いたからかかったと思うんですよね。例えばプラグが失火しちゃって、少し濡れたプラグがね、乾いてエンジンがかかるとか、しつこくエンジンかけようとしてたら、4サイクルのエンジンなんかだとバルブに噛み込んだ、カーボンなんかが、気密不良を起こしてたのがたまたま取れてまたかかったりとかね、そういうパターンありますんで、くれぐれもお話を申し上げときますとね、機構的にスクーター、オートマチックと呼ばれるようなシステムのもの、例外はあるかもしれないですけどね、僕の知らない機構があるかもしれないんで何とも言うんですけど、世間一般的に有効、皆さんが普通に使われているようなスクーターっていうのは、押し掛けできませんので、必死こいて押さないようにしてくださいね、とりあえずね、黒帯を目指そうとかっていう話じゃないんですよ。押し掛けができたらいいに越したことはないんですけど、それが決してね黒帯につながるかっていうことじゃなくて、ある種特殊なね、旧車とかで本当ね、押し掛けも覚えとかねえなとな、なんていう方なんかにはいいかもしれないですけど、もううちの動画見ていただくようなね、初心者のライダーっていうのは黒帯の商談試験の項目には押し掛けは入りませんので、どちらかというと押し掛けが必要ないようにオートバイのメンテナンスをしっかり見られているかどうかってね、
まあ、バイク屋さんなんかにこう出して見てもらってるかどうかっていうところが商談試験のポイントになりますんで、今のバイクね、まあ、だってそれ言ったらね、大型車の押し掛けができない小柄の女性は黒帯取れないのかとか、そんなことありませんのでね。だから僕のね、当道場に関してはワイズファクトリーの商談、黒帯商談試験に関しては押し掛けという項目は入りませんので、まあ、その辺はご心配なくというような感じですけどね、まあ、ご心配なくっていうか、そんな道場立ち上げた記憶ないんですけどまあ押し掛けのね、その体力に物言わせたようなことっていうのは一応知識としてね、覚えておいていただければいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあすげえうまい押し掛けの動画なんかっていうのもありますんでね、またちょっと僕もね、昔オートバイのレースから始めたんで、セルモーターもついてなければキックもついてないオートバイなんかで押し掛けオンリーばっかりやってたもんですから、そういったコツなんかも教えていきますけどね、まあ、興味のある人は、まあ、押し掛け動画とかもチェックしてもらってね、覚えてもらうといいかもしれないですね。はい、よろしくお願いします。